前知らんとか。ふなっしーが今トレードだよ。ググってみる。ふなっしー。え、知らないの、ふなっしー。ふなっしー知って気持ち悪い。ふなっしーとか言えるんですか。そうそう。ふなっしーそれじゃない。こういう感じ。ふなっしーご存知ない。メロングマは知ってないね。メロングマは知ってる。メロングマに噛まれろって言っても噛まれないんですよ、この音。いやー、面白い。あれは、あれは。写真撮ってあげるから噛まれといてって言っても俺はいいからなんで俺が俺役になんなきゃいけない。俺じゃないでしょ、メロンパンに噛まれるのはね、定石なんですよ。どうでもいい。最初左も置いてもいいし、とりあえず今そこで映ってます。動画ちゃんと撮ってるんですか。シンプルな写真撮ってるんですか。今共演したから。いやー、ほんとにちょっとトリップしてたでしょ。トリップしたなー。もう OK ですか。もう始まったんです。ここのプリテンダー徳野大輔でございます。ですね。今日は、月曜20時からですね、パフォーマー天国でございます。本日もですね、ここ札幌北15条の北15条にある八条さんから公開生放送でお送りしております。八条島の八条なんですけどね、北15条で八条であり、まあ僕はまあ札幌駅から歩いて八条なんでね、ちょうど覚えやすいかと思います。お近くの方遊びに来てくださいね。はい。最近ですか、何がありましたかね。ちょっと北海道は結構寒いのかなと思って暑くなったり寒くなったり暑くなったりみたいな感じなんですけどね。冬っていうのが絶対にありますんで、だんだん秋のちょっと暖かい時があるとね、僕はちょっとこの冬のための最後の暖かさなのかと思うとちょっと寂しくなったりするんですけど。もうはい。チャットもどんどん参加してくださいね。はい。今の曲、スペクタクル伊達メガネという曲ですけど、今日のゲスト素晴らしいですよ。素晴らしい伊達メガネしてますからね。はい。はい。今日は、今日は素晴らしい、北陽でござる。はい。申し訳ありません。もうめちゃくちゃですね。はい。登場してください。みきふさん。はい。こんにちは。どうぞお座りください。はい、どうもこんばんは。どうもこんばんは。いや、すごいですね。徳野君、久しぶり。久しぶりです。みきふさんはですね、まあちょっと後で歌っていただければ分かると思いますけど、まあテクノポップ的なエレクトロデュオということでですね、みきさんとゆきさんのですね、デュエでございますね。あと、口が回ってないですね。初めてお会いしたのが、まあイベントでお会いしたんですけど、はい、私なんかすごい小さい扱いで自分でアンプ持ってきててカラオケで歌ってて、ライブハウスの入り口で歌ってる時に、ライブハウスでお金払った人はライブハウスの中でやるんですけど、僕お金払わなかったんでライブハウスの入り口で歌ってたんですよ。嫌がらせみたいな感じだよね。怒られる感じですよね。そうですね。そうで、その時に歌ってて、そう、はい、今日のですね、ゆきさんがですね、なんか刺さりましたって話しかけてくれたのが最初でした。そうですね、ナンパした。ナンパした。いや、なんか私もともとその時点で、はい、私徳野さんの名前は知ってたんですけど、お互いそんな感じだったんですよね。で、会ったことなくてそこで初めて挨拶して、で、相方のイフに、はい、この人が徳野さんなんですよって紹介して。あ、紹介してくださったんですか。そうなんです、で、私はちょうど切ったんですよ、そしたらグサッとした。あ、刺さったんですって。嬉しいですね。いや、なんかあれですね、司会もやられてってもましたしね、その日ね。そうですね、私その日は、はい、MC の方していただいて。そうです。あ、ちょっと全然遅くなったんですけど、自己紹介お願いできますか。自分ちょっと前になんか字とか出てたんだよ。出てない。ロゴ渡したの、渡してなかった。もうみんな分かってないと思って。じゃあ、改めまして、皆さんこんばんは。こんばんは。ミクイフのミクです。ありがとうございます。はい、どうもこんばんは。イフことイフです。
YM の部分 YM で有名な YM で有名な、なんでイキフさんだったんですか。インビジブルフューチャーっていう名前で音楽で見えない未来みたいな。で、なんですけど、相方のお姉様に、はい、言えねえバカって言われて、そんな言い方してないよね、マジで。そんな言い方してないよ。そんなの誰も言えねえし、覚えらんねえし、誰かすで言いたい人いるって言われて、いません。なんでその話聞くんだ。今日からイフナ、イフナ縮めてイフナって言われて、はい、いや、イフさんかっこいいじゃないですか、名前ね。ね、かっこいいですよね。みんな覚えるんじゃないですか、ミクイフさんとか。そうですね。ミクと一緒にくっついてるなんとかとかね。いや、そんなことないと思いますよ。おまけみたいな、iPad ぶら下げてる。iPad の人はよく言われます。iPad の変なサングラスとかね。リハで私は合ってます。合ってます。合ってます。いや、まずそのすごい伊達メガネだなと思ってですね。あ、これね、これサングラスみたいな。分かってます。あの、私の曲をアピールしたかったから。チャットが来ております。ママンママンさん、はい、ミキさん、綺麗、ビキニさんに弱い、徳能さん、うるさいです。間違いない。ミクイフさん、かっこいいですね、はい、ありがとうございます。ダコメですね、はい。私が美人に弱いって感じ、失礼なこと言うんで、まあいいです。まあ、大体美人に弱いじゃない。大体弱いですね。ミキさんが美人ですよ。いいですか、こんな感じ。あ、いいんです、いいんです、緩いんで。今日ちょっと僕だってあれですよ、かかり気味ですよ、ちょっと、あ、かかり気味なんですか。かかり気味ですよ、引っかかってますから、ちょっとペース上げよう。私、この間のなんかアーカイブ見たんですけど、何ですか、あ、これパフォーマー天国。あ、もう大騒ぎですよね。ね、うん、なんか唯一喋ってたところはなんか結構口が回ってなかった。ああ、そうです、そうです。あの、ドージャレアルさんって言えなかったですね。ドータリさんとか言ってこう、ウォーミングアップがいつも必要な感じなんですか。必要な時と必要じゃない時があります。あの、自然に盛り上がってる時は必要ないんですけど。今日盛り上がってないんですか。いや、盛り上がってますよ。今日ちょっと違う。このところ多人数のゲストが多くて、僕の喋る隙間はほとんどなかったんですけど、今日はね、私の尊敬するアーティストさんが出ていただきますので。尊敬する、はい、尊敬だなんですね。これ本当は音楽番組ですからね。なんか言い方いやらしい。あのいろいろ苦労が、いろいろ苦労がですね、そのレスポンスの合間に見受けられますよ。音楽番組だったんですね。音楽番組だったのに、あんま音楽番組らしきことやってないですよ、徳能学園とか、そんなことばっかり。そう、なんか徳能学園っていうから、なんかちょっとね、ちょっとなんか中二的なものを。あ、そうそうそう、中二的なものキュンってしますよね。あ、もう中二の頃思い出しますよね。思い出しますよね、うん、秋になると中二ぐらいの頃に、あのね、あの、なんていうんですかね、転校してた女の子のこととか思い出しましたね。転校すぎる。全然すぎません。つまり、それで制服って曲書いてますよ。曲名だけ言ったら変態だって言われてた。あ、そういったじゃないですか。そういったじゃない。ひどい、ひどい。じゃあ今度物質って曲作るか。あ、物質いいじゃないですか、ね、俺エアサロパスの匂いを覚えてた。物質全然話しロッカーに忍び込んでみた。エアサロパス。はい、どうぞどうぞ、言わなくていいんだよ。はい、あ、ありがとう。なんでサロパス。あ、でも、じゃあ俺が言ったぞ。違うぞ、物質ね、そう、あ、運動部の物質はエアスマッパスの匂いがする。誰が運動部って言った。いや、物質って言ったからですよ。物質は運動部とは限らないですよ。あ、文化、あ、鉄道研究会とか美術部とかさ。鉄道研究会昔、鉄俺、鉄違うんですけど、鉄じゃないんですけど、俺、鉄ですよ。あ、鉄ですか。はい、すごい詳しい。だいぶ鉄ですよ。あ、本当ですか。本当に。という、そう、学祭とかあるじゃないですか、うん、で、その鉄のとこ入ったら、ちゃんとずっと24時間これ回ってる。基本ですよ、そんなの。すれ違ったりしなかった。あ、しました。一度行ったことない。絶対ないんだから、そんなの。だいたい止めるときはもう完全に駅になって止まる。あ、そういうあれですね、あの繊細さが楽曲に現れてる感じ。だって走ったら、ちゃんとこれやんない。あ、これちゃんとやるんですか。ちゃんとやるんですね。進化はないんですか。すごい人はなんかパンタグラムまで作ってちゃんとやってるっていう話も聞いたことある。ね、気持ち悪いね。いやいや、自分は鉄だ。ちょっと誰も入ってないですよ。ちょっとあの動画入ってくださいね。はい、あの、ちょっとまあ最先曲じゃない。ちょっとあの一曲ですね。ちょっと、はい、まあ論より証拠ということで、あの、素晴らしいというところを見せていただきたい。一、はい、曲歌っていただけるとありがたいですが、どうでしょうか。はい、わかりました。スタンバイお願いします。はい。はい、ミクイさん、まずちょっとパフォーマンス見ものですからね、ハードル上げちゃうわけではないですよ、なんか今日ちょっといや、負けないよ。あ、そうですか。
それではよろしくお願いします。はい、じゃあ聞いてください。 LMS です。そしてそれで演奏しなきゃならないっていうところもありまして、本当ね、歌うの忘れてたんですよ。あのよくあるパターン、よくあるパターンです。はい、もう引き出すと、そっちに行っちゃうんで、ああ気持ちがですよね。気持ちがね、持ってかしって。iPad。iPad でもそんなに好きなので。あ、曲はミキさんが書かれてる。曲はそうですね。はい、全部まあミキシングとかまで やられてる感じで、はい、お金ないんで誰にも頼めません。自分でやるしかない。あ、そういうことだったんですか。そういうことじゃないでしょ。いや、だってお金だったらさ、カリカリとか行くさ。まあ、ね、行くともさ、行きたいでしょ。いや、そんなことはないはずなんだ。絶対自分で作ったもんじゃないとやりたくないとかっていう心があると思うんです、本当は。そんなことないですよ。あ、そうなんですか。曲だって人が書いてくれるんだったら、もうそりゃあ、そりゃあ、そりゃあ、そりゃあ。あ、そうなんですか。いや、でもなんか遠回しに徳野さんになんか言ってる感じですか。あ、うん、あ、そうだったらいいですけど。これすごいですね、ところで。あ、勝手に。あ、全然いいですよ。あ、そうそう。やって、お客さんとの距離が近いときは、お客さんにこういじってもらうんですか。あ、こうやって、こうやって、歌ってるときね。そうですね。そうですね。音声が手中ざる。なんか、もっとなんか違うの、はい、なんですか。なんか
曲流しながらとかちょっとデモンストレーション的なことデモンストレーション的な話はいいきなり出てきたことなんかやってきますかデモンストレーションありますかデモンストレーションっていきなり振られちゃう曲で普通に歌ってるじゃないですか、その最中に、音にちょここの iPad で操作してるんですけど、エフェクトをかけるみたいなことができるんですよ。はい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 。今 DJ を iPad から持ってきたりするじゃないですか、あんな感じですね。要するに効果音、そうですそうです、 SE 的な SE というか音をこうワンワン言わせたりとか、なんかぐちゃぐちゃとかさせたりとかじゃあせっかくどこできるんですよ。たぶんなんか話しかけるやづらい感じだと思う。なんか一人でぶつぶつ。何年ぐらいやられてるんですかこのユニットは。ですね、ユニットになってからはそんなに日が経ってないんですよ。もともと私ゆうきみくという名前で、去年の6月から、歌い始めて、ソロで歌ってて、そうなんです、で、サポートっていう形で入ってもらったんですけど、ちょっと分かりにくいから偉い人のアドバイスだったんですよ。そうなんです、東京でちょっとアドバイスしてもらうことがありまして、ちょっと YMO に近い筋の人からそのアドバイスがあってね、はい、もう YMO って言われたらね、弱いでしょ。弱いですよ。ということで聞いちゃったんです。あ、ちょっと遊んでみますか。あ、ちょっと、あ、準備できる。これね、ね、こういうね、はい、この曲で、まあ、こいつ自体にもね、あるギターとかこれ自体でも遊べるんですけど、はい、はい、おぉ BPM 変わらないで、なんかこういうの、よく DJ とかしてたよ。はい、カオスパッドの要素だよ。そう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 、カオスパッドっぽい感じで、で、それをもうちょい派手にすると別のコードがあって、そういうコードがおぉですね。あ、こっちはこっちの音楽だ。おぉできるんですよ。簡単にできるんですけどね。はい、あ、今触らせてあげるのかなと思って。いや、違う。なんか前もライブ見させていただいた時にちょうど触ろうとしたら曲が始まって触れなかったみたいな。なんかありましたっけ、そんなこと。そんなことがあったんですね。まあ大体難しいですよね、このパターンってね。まあね、意外と難しいですよね。はい、ママさん拍手してくれてますよ。あ、ありがとうございます。かっこいいです。これ誰でもできますからね。いや、誰でもできるかもしれないですけど、これを曲の中でいかに効果的に使うかとか、これをやるっていう発想がすごいですよね。ね、そう、iPad 曲芸って勝手に言っていて、多分ね、このテクノとかやってる人は、あ、いいんですか、真面目な話ですよ。いや、全然真面目な話してください。テクノとかやってる人は多分こういうのを何個も置いて、あとね、Mac のノート置いて、で、さらにいろんなコントローラーとか置いて、なんかすげえって感じにするじゃないですか。難しそうな感じになんかカッコつけてやるじゃないですか。ほんとはただね、グニャムしてるだけなんですよ。あんなだって言ったら分からない。ごめんなさい、多くの人ごめんなさい。全部は使ってないかもしれない。いや、すごい人もいるんです。中には本当にすごい方もいらっしゃるんですけど、そうじゃなくて、ただね、お金に物を寄せて機材並べて、なんかハッタリかましてる人っていうのがやっぱりいっぱいいらっしゃる。で、難しくやったらなんかカッコいいだろうみたいなね。でも、じゃあそんな分かりにくいことはしょうがないじゃんと。だからこれ1個でいきますよってやった方がセッティングも楽だしね。俺それ分かります。僕もね、結局自分で曲作るときにバンドとかだったらいいなとか思ったんですけど、iPod1 個だけで十分じゃないかなと思って、それでパフォーマンスだけすればいいんじゃないかとか思ってやってるんですよね。ですよね。で、まあなんか物たくさん積んでるのはいいかもしれないですけど、まあ結局そんなに1個でも変わらないんだと、これでもできるんだっていうところを見せるっていうのはすごくモチベーション上がりますよね。上がりますよね。まあでもそれ多分ね、僕ら歌の間だからなんですよ。あ、そうかもしれない。インストだとね、ちょっと辛いかもしれないですけどね。そうですね。はい、いや、新設で何年ぐらいやられてるその音楽っていうか。音楽を作るっていうことで言うと、長いですね。長いの3分の2ですかね。最初どうやってやってました？最初ですか、言うと悲しくなりますよ。あ、言うと悲しくなる。ラジカセをこう向かい合わせにして、録音したテープ流しながら、もう一個の録音をして、あ、分かった、やってました、僕、空気媒体ですよね。そう、で、その次がダブルデッキになって、同じ1台でできんじゃん、あ、それを空気入んないじゃんみたいな、ダビングできる。そうです、そうです、それでボーカルをフローで撮るんですね。カラオケを入れて、ボーカルをお風呂で撮るんですよ、基本ですよね。あ、天然エコーで。そうです、そうです。
昔のラジカセとかでラウドレスとかいろいろついてて、あの音良かったんですよね。ね、俺の時はそんななかった。あ、もっと前なんだ。ただ2台やって、で、あの、LINE 入力だったから、外部からの音も入れられて、そこにシンセでバーって突っ込んで、ドラム全部シンセで作って、ベース乗っけてとかってやってましたよ。それを、あ、そうか、1トラック1音っていうか、そうできないから、劣化するんですよね、やればやるほど。ね、まさにあれですよ、シリコンティーンズみたいな。わかんねえよな、シリコンティーンズ。知らないですね。ミュートレコードっていうレベルがあってね、ダニエル・ラモアっていう、違うよ、それは。ミュートレコードは誰だったっけ。そういうのがいろいろ出てくるんですよ、ね。そういう方がいて、その、空気媒体っていうか。シリコンティーンズはでもちゃんとレコーディングしてたよ。あ、してたけど、あの、基本的にはシンセサイザーで、あ、ドラムの音から楽器の音から全部作って、で、いろんな曲のね、オリジナルもあったと思うんですけど、はい、多分ね、みんなが知ってるような昔のオールディーズをカバーする的なシリコンというか、すべて忘れたことがあったと。はい、ね、かけても大丈夫かけてもいいんでしたっけ、なんか噂ではいいらしかった。はい、あの、例えばこんなのですよ。要するにあれですね、シンセサイザー1本で完結してそれに歌を入れてるって感じですね。そうで、これはね、シリコンティーンズって名前で、あの17歳の高校生が作りましたって設定で売りを出してたんですけど、本当はこのミュートレベルのオーナーの人がおっさんなんですけど、一人で作ったんです。あー、でもその見せかけっていうか、それ大事ですよね。で、まあこういうのから入ってるんで、ではシンセサイザーが最初だったんですね。そうですね、シンセサイザーが最初で、いまだにシンセサイザーですね。いや、僕なんか最初違うんですよね。あの MTR がロングトラックのがあって、それになんか、まあやっぱり恵まれてんねん。まだ恵まれてますね、それにあの、なんかシンセサイザーでやっぱり、あのリズムとかを入れて、あとは弦楽とか全然弾いてとか、そういうのは最初でしたよね。まあもちろんその前はカセットテープとかでやったんですけど、だから今楽じゃないですか。楽ですよね、すごい。あのパソコンとかあって、もう誰でもボカロ P みたいになれるわけですけども。あれなんで P ってつくんですか。それプロデューサーって話らしいんですけどね。じゃあ俺も YMP とか。あ、 YMP じゃん。何なんですか、 YMP。 間違いではないだって歌ってんのミクだし、いいんじゃない。 YMP、 間違いではないですけど、YMP って本当にもう誰なんだか分かんない。分かんないね。それまあ機材もそうなんですけど、その小指についてるやつもすごいですね。さっきから私に構成が当たるんですけど、ね、あ、すいません。いやいや、いいんですよ。これね、ガシャポンで100円ですよ。あ、そうなんですか。楽器のおもちゃですかね。そうです。もうあのさっきからあの中東でサッカーやって PK の時にあの手伝いのやつになってるんですよ。ごめんなさいね、なんかね。いや、曲の途中でね、つけるの忘れてたことに気づいてずっとつけっぱなしなんですよ。だから忘れちゃいかんので、暗いとこでは絶対入りますよね。そうですね、基本暗めな会場が多いので、はい、そう目立つためにね。ドーム公演とかになっちゃったらちょっとどうしようかな。暴風ないよ、そう。お辞儀もしないけど。お辞儀しないですか。いや、ああいう感じではね。あ、はいはい、でもそうするとやっぱり今の音楽とどう結合、なんですかね、今っぽくやるか、自分その昔のやつをどう今っぽく自分でやるかとか悩むとこじゃないですか。あのね、よく聞かれるんですけど、全然今の音楽作ってるつもりでやってるんで。そうですよね。なので、あのでそうやって作ってるんだけど、はい、人が聞くとめちゃくちゃ80年代っていう。あ、言われるんですか。いや、それはそれでいいんですけど、だからどうしたらいいのかなって逆に考えちゃいますけどね。いやいや、全然あれですよ、ね、折り合いは何もつけてないですよ。あ、だから、なんかあれですよね、僕もすごい考えたんですけど、自分の好きなやつとかあるじゃないですか、それをなんか自分で消化してそれなりの形に出せればいいのかなとか思ったりするんですよね。なんか多分そうだと思う、考え出したら何もできなくなるんですよね。そう、だからついこの間までね、プリセットとかね、あ、はいはい、絶対使うもんかって決めてたりね、プリセットっていうのはあれですよ、最初から ある音の設定ですよ。ダウニーおまけでついてくるループとか音ネタは絶対使わないとかね、すごい決めてたんですけど、最初はやってましたでしょ。なんだけど、本当にこのね、1、2ヶ月ですね、完全に金を破ってですね、使い放題です。プリセット楽ですよね。楽。
でもそのまま使わないよ。やっぱり。あ、思ったやつに近いやつを選んで、それからちょっといじくってって感じですね。で、なんでね、使わないかっていうと、って決めたんですけど、探すのめんどくさかったんですよ。今めっちゃ多いじゃないですか。線とか聞けないよだって、そんな線ですよ。結局曲作りで一番悩むの何かったら音色選びで悩むんですよね。そうだってね、スネアの音1個決めるのに200も300も聞いてらんないんですよ。はあ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 、聞いてたけどね、そう、それでやめたんですよ。それでいろいろ作ってきた中で気に入ったセッティングとかがあるから、それを何個も何回もね、ちょっとずつ曲に合わせてちょっとずつ修正するんだけど、はい、そのまま使うんですよ。あれですよ、中田泰孝さんとかもそうですよ。そうですよね。よく聞けばもうリズムのセットほとんど音と一緒ですからね。そう、最近僕もそれ聞いてる。ここぐらいしかないですよ、あのリズムのパターン、セット。最初の頃なんかドラムに近いやつだったんですけど、だんだんなんかあの低音域が強いやつになってきましたね、そうですね、あ、そうです。そんなことで、今先ほど1曲目歌っていただいたんですけど、はい、もう1曲歌っていただきたいと思うんですけど、あ、はい、あ、その前に最初の曲って何て曲でしたっけ。 LMSS でしたっけ。そうです、はい、LMSS と、なんか意味ある、ラブミーソースウィートですよ。ああ、いや、あのね、この曲は実は、僕アップルストアでセミナーをやったりしてるんですよ。すごい。 iPhone とか iPad で音楽作ろうってやつね。すごい。火曜日の夜7時からね、2ヶ月に1回ぐらいやってるんですけど。そう、告知した方がいいですよ。今月はね、29日にね、あの、はい、来ちゃって、なんだっけな、某 DJ 機嫌をいっぱい出してる、オーディオメーカーの方と一緒に、はい、やります。札幌のアップルストア。そうです、なんかね、そこの機材を使ってこうやって音楽作れるんだよっていうのをやらせていただく。あ、あの店の奥でやってるセミナーですか。ね、多分入り口でやるんですよ。あ、入り口でやるんですか。入ってすぐとこで、そのセミナーの中でこうやって音楽作って配信もできるんだよっていうのをアピールするために作った曲なんで、歌詞は本当にね、適当に歌ったやつだしね、最初は僕だけで歌ってて、本当は僕のネギで出そうとしたんですけど、ちょっと初版の事情で僕のネギが使えなくなっちゃったので、すごくだらない理由なんですけど、なのでしょうがないので、ちょミクさんに歌入れていただいて、呼ばれました、はい、ああ、そういうことなんですね。で作ったのを配信したっていう。かっちょいい。でそれがさっきのラブミーソースイートですね。そうですね。だって次の曲ってどんな曲なんですか。次の曲はですね、どんな曲、これは、これですね、今、後で宣伝、後で宣伝しようかなと思うんですけど、ミクエフ、基本なんかこんな感じなので、はい、アップテンポ系が多いんですけど、ちょっとスローテンポのね、曲を一曲作ってみようって言って作った曲が次の曲なんですけど、はい、じゃあちょっと早速その曲をはい、お聞かせいただけますでしょうか。はい、わかりました。はい、準備はいいですか。はい、では聴いてください。アンバーニッシュ。
ます。いやなんかすごくかっこよかったです。あれですね、そういう透明感があってですけど、なんか、はい、いい意味ですごい冬のような冷たいイメージの音楽 で、それがすごくなんていうんですかね、逆に切ない感じになるっていう、はい、いうことを妄想しておりました。なんか ありがとうございます。この中の映像はなんか、はい、あれですね、氷河が溶けてるような感じですね。氷河が溶ける感じ氷河が溶ける感じ氷河が溶ける青色っぽい曲だったですね。カーナ、白熊がなんかこう落っこって沈んじゃってなんでそっちなんですか。ドカッてみたいな崩れ落ちる感じです。ババババババすごい拍手2回くれてますよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。何か告知とかございますか。あ、はい、ですね、今歌った曲が、はい、ちゃんと歌われてます。大丈夫ですか、ね、ちゃんと歌われてる、配信されてます。ですね、LMSS これに反映されないと、そのピコピコ微妙に見える、大丈夫、今の公開像だな、はい、大丈夫。LMSS とあとアンバニッシュ、そしてですね、アンバニッシュと一緒に配信になったばっかりのレッツフライという曲、こちらもライブでは歌ってきた曲なんですけど、もう1年くらいやってるね。そうですね、ギフさんが当初よりもっとかっこよくしてくれて、はい、最新の音源でバージョンアップが続いてるんですね、はい、アップされてますので。そうですね、バージョンアップしましたね、はい、iTunes とか Amazon で、はい、ミクイフで検索していただければすぐ出てきます、はい、ミクイフで検索されてます、はい、素晴らしいですね、はい、なのでよろしくお願いします。そしてなんかもう一つありますね、はい、そしてですねじゃーん、こちら、はい、10月の10日木曜、明日、あさって、違う、今週の木曜日ですね。あさってではないです。もう、いつあさってですね。しあさってか。しあさって。あ、そっか。赤、水木、しあさって。そうですね。はい。こちら、ユルスト Z という番組に。つえっ番組じゃないですか。つえっつえっつえっ桃色か。はい。ユルスト Z。ユーストネットに出演します。放送21時から。なんか財団に囲まれてるみたいになってます。いやいや、そんなことはないです。そんなことはないですよ。はい、10月の10日木曜に出て、あんまり刺激すると巨人になっちゃうんですか。巨人にはなりません。大丈夫。違いますよ、違いますよ。ユーストが噛み始めたら要注意ですから。自傷行為に走ったらね、気をつけてください。はい、目型の巨人だ。大丈夫です。八丈さんのお店の中ではそんなことはしませんので。はい、お店の外ではね。ほどがありますよね。プロレスですよ、それも。なんかね、ほんと進撃の巨人ブーム。あ、ね、おとといかな、話まだ終わってないですけど。ユーストネット、そうです、ユーストネットに出まして、そちらでも歌を何曲か披露しますので、お時間ある方は見てください。ユーストネットさん、お世話になってますから。ラーリンさんもよく出てくださってます。そうですね、はい、よろしくお願いします。一応、私のもやるかな。はい、ライブ今年じゃない、今月なんか増えちゃいました。10月12日トマト畑、それから10月14日これですね、パフォーマー天国休日祝日スペシャル、北の園庭でまた第2弾行います。カレー、今回は、多分ルーカレーの徳野君カレー食いながら踊るの。まあそういうこともあるかもしれないですけど、ディナーショーです、これ基本的に。おー、カレーの、そうなんです、そうなんです。それからモダンタイム10月20日、ちょっとこれ後で情報あります。それから10月24日、ユニオンフィールドさん、ユニオンフィールドさんなんか札幌ネットテレビスペシャルということで組んでいただきまして、結構パーソナリティーは塩さんとか誠一郎君とか出てくださいます、うん、あ、そうなんですね。たくさんあります。それから10月29日、デュース、これですね、ちょっと先ほど決まったんですけど、北の園庭の1周年記念ということで、今ちょっと出演者募集してますので。そして、募集のものも一緒になんか。そして、はい、ちょっと一応、まあ、10月20日もし空いてる人いたら、スニーカーのモダンタイム、ちょっと裁判の人が今いないってことで、僕のジャパンとやらないか、やらないかちょっとやらないかをカバーしないか、話もあるんですけど、それはいい。
こんなことばっかり言ってるからもう間に合う。これ全部ぜひあれですよ、あのルースターズの恋をしようぜとかカバーしてください。あ、ね、あのサビのとこだけ何回も何回も36回くらいリフレインしたら多分やられますから分かるやつだけ分かればいい。それ分かりますもんね、あの送ってくれれば分かる。あのビートルズの I want you の最後ずっと続いて、あの2条がガッと切れるのと同じぐらい怖い。そんな感じです、なんの友達いますけど本当にやったやつです。あ、やったやつ、俺はただお前とはって言ったのね、リフレインしました。すごいな。やべえ、なんかそろそろ時間だって。いや、もっと話したかったですけど。まあ、徳野君の歌聞きたかったのに。そうそう、聞きたいって言ってたの。誰が喋ったの。いや、すいません。いや、でも、むしろ新人巨人とか面白かったんで。そうそう、一昨日だからね、あの、とうとうコミックを全巻大人買いしてしまいました。すごいですね。いつ読むんですか。パッとね。読みましたよ。その日のうちに。作業しながら読みましたからね。寝不足ですよそれ。はい、寝てないです。本当にね、やんなきゃいけないこともあったんですけどね。とりあえずそれは進まないからって言って、本読んでましてしまった。読んでよし頑張るっつって。いや、頑張った頑張った。いやでも本当に肉肉さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひちょっとあのいるうちでも共演していただけると嬉しい。一緒にやります。はい、そうですね。はい。またよろしくお願いします。またこんな感じのことはまた呼んでください。あ、ちょっと楽しいですか。ちょっとまたちょっと話の場を。はい。あのあれいいんですよ、徳野学園とか来ていただいて。あ、いいですよ。肉肉さん一人で。俺今日学ラン来てきますから。あ、いじめられますよ。いや、いいですよ。あのお悩み相談答えてくれますからね。あ、じゃあ俺悩み相談する。大変ですよ、悩みいっぱいあるんで、悩みだらけですか。悩みだらけなんですか。28日の日、よかったら来てください。あ、行きます。ママンママンさん、スケジュールも見ないで行きます。ママンママンさん、募集中出ようかななんてね。それから肉肉さん、お話も面白いですね。はい、面白いと思いました。面白いです、良かったですね。僕、本当は喋らない。今日すごい喋ってますね。いや、いいですね。相方というか、あの、一緒に喋ってるのは徳野さんなんで。徳野さん大好きだから。あ、嬉しいです、ありがとうございます。さて、やばい、時間がこの。それではちょっと、あの今日はですね、あのパフォーマー天国八条さんよりですね、三木由紀さんをゲストに、お迎えしてまいりました。この辺でお別れしたいと思います。次の番組が、ヒアヘンさん10時からやりますから、ぜひまたご覧ください。今日スペシャルゲストいますよ。はい、それでは皆さん、さようなら。